た。まだ男を知らないってんだから。そいつはどうもあんまり当てにならないが、今時そんなたった一遍見かけたっきりの男を忘れかねてくよくよしてる娘さんが実際にあるもんかね。おまけに惚れられたのが藤代さんとは。いらっしゃいませ。さあどうぞ。藤代さんです。こちらが当家のおかみ、有名なるお門の方。どうぞごひいき。ようこそ。